BTS メンバーのジンは6月12日に全国にいるので、多くのファンが彼を待っています。海外メディアも楽しみにしています。米音楽メディアローリング・ストーンによると、ジンはすぐに活動を再開し、ファンのために入隊し、毎月公式サイトでリリースする前に録音した内容についてコメントするという。米国の他のメディアも、偉大な兵役をしているジャンについて私に話しました。 彼は明白な戦士の選択、及び五朝及び軍装の早い昇進を含む華麗な真の軍事史を導入しました。彼は、特に彼の丁寧な性格で、軍隊のメダルの常連の主人公であると言われていました。世界中のファンから、彼らが世界の後に他に何をするかを示すという期待が高まっています。国際的なメディアは現在、K-POP 脅威的なグループ、 BTS の最年長のメンバーであるジンの復帰を歓迎する熱意と希望に満ちています。2022年12月に義務兵役を開始したジンは今年後半に戻る予定です。このニュースは BTS が世界中でどれだけの影響力と人気を持っているかを反映して様々なグローバルメディアで強調されました。本名が義務即人であるジンは彼の音楽スキルだけでなく ファンに愛されている彼の温かくユーモラスな性格のためにも注目を集めています。BBC ニュースは、ジンや他の防弾少年団のメンバーがいないことが、世界中の軍隊と呼ばれるファンによってどのように感じられているかを強調しました。ジンの軍からの復帰は、韓国のファンだけでなく、何百万人もの忠実な国際的なファンによっても待っている、と BBC は報じた。CNN はまた、 ジンの復帰がエンターテイメント業界に与えた影響について情熱的に報告しています。ジンの存在は、防弾少年団に新しいエネルギーをもたらし、彼らの信じられないほどの音楽の旅に新しいショーを開くでしょう。さらに、ニューヨークタイムズは、彼の強力なボーカルとカリスマ的なパフォーマンスを含む、BTS での彼のアクティブな時間の間にジンの貢献を強調しました。彼らは戻ってジンとを書いた、 BTS は彼らの前例のないグローバルなサクセスストーリーをアムにも強くなります。一方、ビルボードは、ジンの復帰は BTS のプロモーション活動や公演に大きな急増をもたらすと予測されていると付け加えた。BTS は常に彼らのファンのために驚きと幸せを作り出すことに成功してきました。ジンの復帰は、今年の音楽界で待望の瞬間になるだろうとある音楽アナリストは語った。欧米のメディアだけでなく、 ザストレーツタイムズや日系アジアなどのアジアのメディアもジンの復帰を報じた。彼らは BTS が世界のポップカルチャーと経済への影響がどのように重要であるかを強調し、ジンを主要な柱の一つとして強調しました。ジンの復帰日が近づくと、ファンだけでなく、メディアや音楽業界全体にも期待と興奮が感じられます。ジンの復帰は、 世界中の防弾少年団とその忠実なファンに新鮮な空気と新たな活力の息吹をもたらすことが期待されています。